こえない聞こえない。今日はミニカラコの部屋を始めたいと思います。なんとスペシャルゲストのさきらさんが来てくれました。自己紹介をじゃあお願いします。はい、皆さんはじめまして、J リーグ60クラブ巡りに挑戦中の坂上チャンネルのさきらと言います。よろしくお願いします。お願いします。ただいまチャンネル登録者数は、4700人ぐらい。すごいめっちゃすごい。レディースも YouTube 始めて今320ぐらい、トク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 地道に毎週木曜日の今週は頑張りますので、皆さんのね、さきらさんのチャンネル登録もお願いします。1週間いてくれたんっけ。そうですね、月水金練習見に来させてもらいました。どんな印象でしたか。レディースのチーム、レディースのチームは回ることは初めてですね。練習とか試合もあんまり見に行くことないので、まさか練習先、公式戦で練習先来ると思ってなくて、でもやっぱり選手若いので結構キャッキャワイワイして、雰囲気めっちゃいいなっていうのと、でもやっぱりサッカーにこうプレーになったらすごいスイッチがみんな入って、やっぱそこは切り替わって、なんか同じ女性としてかっこいいなっていうのはめっちゃ思いました。なんと今日は金曜日なのでソフィードにも一緒にこの格好で、はい、めっちゃユニフォーム着て、長嶋光大さん、長嶋光大さんチェックですよ。一番お願いします。参加してくれたんですけど、はい、どうでした、ソフィード。そうですね、初心者の方が多いっていう風に言ってて、でサッカーやったことないんですけど、レベルも合わせてもらって結構楽しくワイワイ楽しませてもらいました。左足もしっかりシュート決めてました。からはどんな活動するんですか。今 J リーグ60クラブ巡りに挑戦してて、で今後は、サッカーをまだ見たことない方に向けて、サッカー観戦についての魅力などを発信させてもらってます。じゃあぜひサッカーの魅力をたくさんの人に伝えて頑張ってください。ありがとうございます。お互い頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。チャンネル登録マッチョン兼